皆さんこんにちは、黒部市の麗華良蘭です。本日は2023年度の作品百花争艶を踊らさせていただきます。新港の特別ゲストのお魚さんたちもメンバーと一緒に踊ってくれるみたいなので、ご注目ください。唐獅子と牡丹の物語、皆さんの拠り所となる場所を思いながらご覧ください。それでは参ります。百花争艶せい。峰を仰げば戦場の雲より落ちる滝の糸、岩尾に眠る荒獅子も牡丹に心を和らげて共に狂うぞ面白き